さんはチャオクーゲームでございますということでね、ウィレ2020マイコーマイクラブやっていきましょう。よしということで、起きれました。起きれました。11時前に前回のクラブセレクションがね、まあ、11時に来て月曜日のね、マジかみたいになって、で今回は、まあ、ちょっと昨日遅く寝ちゃったんですけど10時50分ぐらいに起きたんでね。もう寝起きでありますが、早速ね、これやばいよ。マンチェスターユナイテッド、アーセナル、アトレティコマドリード、レアルマドリード、クラブセレクション4つ、ビッグクラブから4つね、ごそっとって言い方欲しいな、バッと来ましたね。なんで今回ね、これ引いていこうと思うんですけど、ちょっとすごすぎない？なんかこんなにペースで出して大丈夫かな。サクッとね、サクッと引いていきたいと思います。まあ、簡単に狙い目を話しながらね、まずはユナイテッドの方から、ここねなんですけど、一応自分の狙い目先に話すと、デヘア、ポグバ、マルシャル、ラッシュフォードかな。まあ、この4選手メインになりながら、あとマティッチとかも欲しいところあるけど、まあ、簡単にね、デヘアやはり強いですね。後半は全然下がったけど、それでもやっぱり欲しい。あとポグバね、バランスの取れた能力でしょ。マティッチですね、ディフェンスのところですね。まあ、バリオスとかいるけど、まあ、マティッチアンカー当たっても悪くないね。マルシャルが多分一番これユナイテッドこのクラブセクションやばいんじゃないかなと思ってるんですけど、でスピード6上げてるからね、いいでしょう。リンネル、そうだね、まあ、足のところ速いが身長187cm、インターセプトとかその辺のママークとかスキルを持ってないのは少しあれですが、悪くない。さあ、そしてラッシュフォード、速い。いやー、ラッシュフォードも欲しいな。ラインブレイカー強化されてんね、これ。まあ、当たった選手、そのとおりね、能力ちょっと見て感じみたいな感じになるが、ルークショー、なんか早いね、全体的に。ルークショーも早い。で、マーク・トーミネイ。とりあえず行きますか。サクッとね、行きましょう。サクッとね、サクサクッと。まずはユナイテッドから。今回でもまあ、前回どうだったっけ ?4 つだったっけ月曜日、クラブセレクション。いや、今回はね、まあ、前回ちょっと、まあ、今回も寝起きっちゃ寝起きですけど、さあ、まずは、10番ということは、来たね。ラッシュフォード、マーカス・ラッシュフォード。よし。OK! ということで、ナンバーワン。すごい可能性を感じますね、この。レベル上限37からの、ボールキープ高い90。やっぱこっちの能力の方が見やすいな、なんか。決定力86と。やばすぎでしょ。いきなりでもこれいいでしょ、流れ的には。でこれ次デヘア、最後マルシャルとかに流れだったらもう最高中の最高ですが、いやでも今回のクラブセレクション当たり多いですよこれ。さあ左利きということは、いや、あー、そうか、マティッチですね。マティッチ、よし。まあ、アンカータイプがそうだね、今自分持ってるのはバリオスのみなんで、まあマルシャ、まあ、一番手のところはあれですけど、デヘア、マルシャル、ラッシュフォードだけれども、ポグバだね。ただ、まあ、ここかぶりだけは避けて、かぶりだけは避けもうこれフラグ立てちゃったか今完全に。いやー、デヘア引きたかったな。まあ、でも育成だね、これ、逆に、マティッチ。さあ、お次、アーセナル。まあ、ラッシュフォード引けたのでかかったかな、ユナイテッドガチャは。まあ、ここなんですけど、やっぱオバメヤンかな。なんだかんだ言っても、スピード瞬発ですね。この強さありますし、オフェンスセンス、決定力、高い。あとはね、ボールキープ高いならばずっと、89。決定力92、5を上げてる。これ動画撮る前にちょろっと能力見たんですけど、パパスタ強すぎじゃねっていう。ボールダッシュ5でしょ。でこのジャカのアグレッシブネスのね。95、キック力95。さあ、レノ GK センス、キャッチ、クリアリング、コラボ進撃。
まあ、デヘアほど高くはないけど、それでもやっぱり JK 能力の高さある。コラシナス左サイドバック、アグレッシブネス高いね。アーセナルアグレッシブネス高いんち多い。さあそして来ましたエイジル魔法使い、ボールをねじゃんじゃん繋いでいくよ。ブエンドジ、前作グエンドジアンカーよく見ましたけど、これどうなんだろう、これ育成していけばかなりまた強くはなるけれども、今週はちょっと辛いとこ。オーバーメアン A ここやばいな。パパスタイ、パパスタイやばいが、まあオーバーメン今後のことを考えて、オーバーメス、パパスタ例のグエンドジかな狙っていくってなると、やっぱりこのビッグクラブのクラブセレクションはすごいよこれ。まあね、あの前回のパリ・サンジェルマンのね同様の引きみたいなところでね、あえてね、あえて何もね言わないみたいな感じでやってると、お、これはジバエジル、パサーエジル来ました。エジル OMF どうなんだろうな、本作まだ使ったことないから通常もね分かんないけど、コーンアンが3か、そうか、それがあるのか。コーンアンはちょっと辛いね、3は。いや、イジルも高そうだけどな、コンディション安定度。まあ、2回目です。オーバメー、出てくんないかな、オーバメーやん。朝からオーバメーやん、来てくれない。オーバメーやんは、これはさ、1番。さあ、これは、コラシアスですね。コラシナッツ。ライブアップデートかまた上がってくれば使う機会増えてくるが。まあこれなかなかそうだな。狙いの選手的には、一応ユナイテッドとマンチェスター・ユナイテッドね、あそこがラッシュフォード引きましたけど、まだね、まあ一番狙いみたいな感じは引けてないね。引けてないね。引けてないね。引けてない。おお、これはラカゼット来ましたね。オッケー、ラカゼット。まあ、オバメ来なかったけど、ボールキープもできるタイプで、スピード瞬発もあるから、じゃんじゃん行きましょう。結構、まだね、2個あるというね。サクサク引いてますが。さあ、アトレティコ。アトレティコね、てか、アトレティコとレアル来るの、ほんと意外だったよな、これ。いやー、やべえ。まあ、これ、例のデヘアと引けなかったけど、このオブラクがね、今作のこのね、能力の高さ。一応クリアリング92も4上げでカバーしてますね。そしてサウル FP ダブルダッチにルーレット、これバランス取れてる能力、中盤でダブルダッチルーレット持ちでワンポン持ってスーパスインターセプト、まあ、コケがどうなんだ、まあ、パス能力ボルコンは高く、ギャガシンド精度は高いのはあるが、でもグランダーパスフライパスも少し欲しいだもんね。普通に強いよねこれ、決定力6上げてるからスピードもあるでしょ。モラタ、オブラク、ここ今のところ、最強候補、個人的にアトリティコで。パーティー、ボックスボックスか、これアンカーパーティーだったらね、ディフェンスボラシ高い分あって、まあ、ディフェンシブとか置けばいいか。でもヒメレスハードプレス、センターバック、いやでもやっぱりオブラクやな、これオブラク。でフェリックスいますね、フェリックス、フェリックスの FP、レベル上限48でしょ？まあだから前回っていうか2019よりも相当強化されてるかな、フェリックス。オブラク、モラタ、フェリックスのこの3枚引きかな？じゃあ狙いとしては、まあサウルとかも欲しいですけど、3枠じゃ足りんね、これ。よし、行こう、アトレティコ・マドリード FP。クラブセレクション。いや、オブラクだね、一番狙い。オブラク来たらこの先なかなか困らなそう、ゴールキーパー。さあまず一発目は、一発目に来てくれるのは誰ですか、誰、よっしゃっしゃっしゃ、イエスファイヤー、もらった、やった、いやいいね、ポーズも神。いや今回狙いまず来ましたね。オブラクはまだ来なかったけど、モラタ、これは絶対強い、モラタ。化けるね。いや、化ける。絶対にモラタ、これ、FP 化ける。モラタの FP 相当強いでしょ、これ。さあ、ということで、まだまだあるんで、あと2回もあるから。2回しかないと思うか、2回もあると思うか。
さあ、どちら？あ、これ、フェリックスじゃない？フェリックスじゃない？フェリックスじゃない？ 7 番、グリーズマン7番をね。継承者、ジュオ・フェリックス。イケメンっすね。イケメンすぎでしょ、フェリックス。よし、オッケー、任せろと。2個学ですね、これ。5、2個学5。それはルーキーズ。OK、いいよ。これで最後、あれですよ。オブラク。だったらもう神引きだ、これ、アトレティコ。神引きの流れがね、条件が揃いました、これ。ビンゴですよ、ビンゴ。3つ揃ってね。なんか昔よくビンゴカードでね、なんか地区の、集まりでビンゴやってましたね。いやー、さすがにないか。ないが、しかーし、これは、パーティーですかね。トーマス、パーティー。パーティー、ボックスツーボックスですけど、これディフェンシブを置いて、アンカータイプでちょっと起用するみたいな、そういう使い方もありだな。今回のね、目玉にもなりうるかな。こちら、レアル、やばしい。いや、まさかレアルの FP、クラブセレクションがね、来る日が来るとは。来る日が来るとはね、来るとはが来るとは、みたいな。はい、ということで行きましょう。まずね、アザール。まあ、今作、やっぱアザールね、相当強化されてるし、コマン8で高い分、まあ、上昇能力としてはね、1上げがメインではあるけど、それでもやっぱり通常よりは強いから、セルヒオ・ラモス、これクラブセレクションじゃねえや、週間で出たスペイン代表の FP ラモスね、あれはちょっと強いね。あそこが若干目いっちゃうけど、強さには。アザール・ラモスでしょ。で、ベンゼマ来ました。ストライカー、ベンゼマ。ベンゼマも悪くない。モドリッチ。中盤でね、プレイメーカー。バランス取れてんな、モドリッチも。クロースが、ボールコントロール異常に高いですね。いや、でもあれだね。やっぱモドリッチ、今んところモドリッチ、ラモス、アザーだよね。で、ここは、注目、バラン。まあ、自分のね、大好きなセンターバックっていうのもあるんですけど、バランのこの FP、速い。はい、まあ、通常も速いんですけど、ディフェンスのバランスも上がってるし、ちょっと愛用したいよな、これ、バラン。フィジコン5上げでしょ。いやー、これ欲しい。で、クルトワの FP 来ましたね。守備的 GK で、まあ、キャッチングがね、これ、もともと89なんかやけど、そこをカバーするね、5上げですよ。クルトワの FP、ベイル、出れば活躍するという男。スタミナの4上げ、本当はフォアで使っても結構面白いかもしれん。よっしゃ、いきましょう。さあ、ということで、まあ、2019から始まってもね、レアルのクラブセレクションは初ですからね、2020で。そうだね、まあ、クルトワとかもキーパーで出てくれればでかいが、左利きということは、もうだね、左利きでフィードプレイヤーは、ベイル、ギャレス・ベイル。まあ、アザール、ベイル。じゃない、アザール、ラモス、モドリッチ、クルトワ、バランだね。ここの誰か出てくれればでかい。個人的にはね。個人的には、そこ出てくれればでかいが、嘘でしょ？いや、ここかぶる。マジか。いやー、このカバー、育成はあるけど、ここの被りは、ちょっとねー、他の選手もね、被りなし当てたいってのあったから、これ迷いすぎて、迷ってるんで、無心でいきます、ほんと。もう誰が来てもいいんだけど、あえて何も言わない。およし、来た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 、ヤザースよし、ヤザース、アザース、しゃあ、アザール、よし、オッケー。いや、これ通常アザール持ってるけど、FP やばいでしょ。ボールコントロール4上げてる。まあ、今回の、というか、まあ、レアル・マドリードクラブセレクション、一番ね、トップの総合値、アザール。やっぱドリブラーの部分でね、やっぱドリブルもね、これもっとやっぱり満たしていきたい。今作ドリームズ部分あるけど、
突破のところを目指してね、アザールでさらにやっていきたいと思います。よし、ということで、いや、最後は良かったね、これ、締めがバッチグーですね。はい、ということで、今回ですね、クラブセレクション4つ、まあ、ちょっと時間かかっちゃうけどね、4つはボリュームある、これ。これはボリュームあります。またですね、木曜日かな、次は週間とかも来ると思うんでね、そこも楽しみにしながら、また PS4 ね、試合もね、もう少しお待ちください。ちょっとドリブルとかの部分もね、一応トレーニングモードだったり、オンラインでね、もう少しこう何が熱いのかっていうのを研究してる部分もあるんで、ぜひね、皆さんまた遊びに来てください。ということで、今回ご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイピアノポー。